今日はですね、イタリアワインの人にはぜひ飲んでいただきたい素晴らしいビーノ・ダ・ターボラをご用意させていただきました。知る人ぞ知るチェルバヨーナの、ロストになります。バンド・ターボラです。こちらブレンド、いわゆるヴィンテージのブレンドになっておりまして、ヴィンテージ消去はありません。ブドウ品種はですね、ブルネロなどでも使われるサンジョベーゼグロッソ、ちょっとサンジョベーゼより粒が大きめのブドウ品種に、メルロ、そしてカベルネフランをブレンドしたものになります。そして複数年、ブレンドしているということで、ヴィンテージ消去はありません。ただですね、これ面白いのが、とある生産者のセミナーとかにも参加したときに、同じ畑のワインをこうやってヴィンテージ違いでブレンドして、よりこっちの方が美味しくなったっていう生産者もいました。まあ、みんなが知る偉大な生産者なんですけど、まあ、あえて名前はちょっと伏せさせてもらいますが、ヴィンテージのブレンドをすると、じゃあ果たしてワインは良くなるのか悪くなるのか、実際こうテイスティングしながら検証していきたいと思います。香りはですね、ちょっと比較的控えめですね。色はすごいこう赤みがかった透き通った、ルビーガーネット色をしてるんですけど、香りはちょっと控えめです。ただこう可愛らしい赤系果実もあれば、ちょうど張りのあるようなブルーベリーみたいな青系果実もあれば、あとリコリスとかお花っぽさ、フローラルな雰囲気っていうのもあります。ピオニーですとか、サンジョベーゼでよく見られるトマトリーフ的な香りっていうのはほとんど感じられません。ただこうドライハーブ、まあそんな強くないです。強くないんですけど、かすかにこのドライハーブの雰囲気、オレガノとかタイムとか、あとはクミンとかターメリックとか、そういったですね、ドライスパイスの香りもあるんですけど、ほんとちょっとです。どっちかっていうとこのフレッシュなピュアな果実っていうのが先行してます。おお、いいですね。味わいに奥行きがあります。エントリーもすごくしなやかに始まって、ミディアムボディのワインです。で、酸と、タンニンというのが非常にこう緻密にこう融合しているような雰囲気もあります。引っかかりがほとんどありません。余韻もですね、そんなすごい長いっていうふうには、大げさには言いませんが、風味を伴った綺麗な余韻というのを感じられます。そうですね、突っ込みどころがない優等生的なワインですね。2019と21をブレンドしてるらしいんですが、なんかお互いのいいとこ悪いところを補っているような、そんな印象すらあります。なかなかよくできたワインです。価格もすごい4000円、税込み3900円とか4000を切ってくるっていうワインにしては素晴らしいポテンシャルですね。ただ今飲んで美味しいワインなのかなと思います。これをこう長期熟成して楽しむというよりは、今もう出来上がりが最高の状態なのかなと思いますので、買ってすぐ飲めるワインでもあります。グラスも中ぶりから大ぶりでいいと思います。エレガントに楽しみたい方であれば、バルーングラス、ピノノワールの、を楽しむようなグラスでもいいと思いますし、温度もですね、14度から16度ぐらいの、一般的な赤ワイン、ちょっとひんやり感じるぐらいの方がいいと思います。これすごいよくできたワインで、もう本当なんかいろんな料理に合わせられそうだなと思います。こう醤油ベースの、お料理とかでもいいと思いますし、お魚とか煮魚とかでもいいと思いますし、なんかちょっとこう甘い風味とかもありますので、照り焼きなんかも合いそうですし、かといってもっとカジュアルに、カジュアルなワインなので、例えばピッツァとかそういうのも合わせたいとも思いますし、結構可能性が無限大のワインですね。若干生肉的な雰囲気っていうのも、あるので、こう馬刺しとか、たまり醤油で食べる馬刺しとかすごくいいかもしれません。醤油にはですね、フラネオールっていうちょっとこう甘いイチゴのような香りっていうのがあるので、こういう赤系果実の可愛らしい香りがあるワインとは結構いい相性を見せたりします。ぜひですね、このチェルバヨーナ試してみてください。価格以上だと本当に思います。チェルス。